知らないぜ。それもってパワープレイズのヤス、お前2年前に乃木坂カップに出て俺らの先輩リクショットさんでボコボコにやられてんだよ本当に。ポッセ。じゃあ俺がリリックを聞いてほしいんだけど、レペゼン東京のアーティストの当日が俺ら飛んできたよ。ガチに聞いてくれ。レッサン、ウェイ、アソミス、レッサン。今夜 3.14 乃木坂カップ V マとエンペラー俺らが勝つ。おいリリコ聞いて、リリコ君のダブ盛り上げるカクタス一人残らず。じゃあ誰にしようかな今日のダブの当日は。エンペラーさんのキューダムマーベラスデッド、スーペリアデッド、パワープレイヤーズの2軍デッドデッドデッド、キミキのスースマンロニーエンサー。エンペラーは問いかける、誰だよ今乃木坂で誰だよ。それはおじきがいないこと、鉄フリップ影が薄い、yes! 最悪の事態は今まさに進行中、そしてヤスは金魚、oh! 最悪の事態マーベリックバクれること、迫田君怒ると怖い、yes! 最悪の事態は乃木坂で進行中、マトエンペラーがぶち殺す、oh! マトエンペラーやばい、多分持ってんじゃん東京代表としてめちゃめちゃヤバかったと思います。これはジャパニーズのもうチュンビンチュンですからヤバいと思います。マジビゴピアセーフスね。したら俺らもレペゼンしてるのは093で北九州なわけぜ、九州背負ってんだってわかるだろ。じゃあ俺らも俺らにしか流せない今日だけのヤバいスペシャル聞かせてやるよ。レッスだけね。乃木坂カップ2013 in カクタス、優秀な九州人が今夜全部九州、ここ九州、九州、ここ東京に俺ら九州人が来たってこと。マグロスソング、マンライク、ハイジ、ダイ、ゼンダイ、そしてビゴプトゥーバーカンのキム君、キム君もビゴプトゥーセンク、ありがとう。九州で、全然地元九州ですからね。ここにやっぱり九州なんかいっぱいいるって、そういうやつら、頑張ってるやつ、そういうやつらに、デンジャーシュー、キングゲーのスリートハードウェイ、リスタリディエーサロンサイデンジャーシュー、リサでマーベラーソン、おじきのいないパワープレイヤーにぶちかます、リスだけでギヨー、オーアマソンキラー、アマルイコソンキラー、マーベラーシン東京、リスだけでオーアマソンキラー、ギヨーアマルイコソンキラー、滑りやるだってマトエンペラだって鼻からガンチュリア、マジでごめんねごめんね、パワープレイヤーだっておじきにだってなんだか物足りない物足りないって分かってる、そんだけでもスタミナなしおじきなんて二人にまるでいいとこなし、スタミナなしおじきらんのいないパワープレイヤーとマジでつまんない、マーベラと優勝で間違いない、レッサーケイラの毎日は無駄じゃない、くだらない、リコソンボーイは相手しない、また朝日が昇るそんな明日を指差して撮ろう、ルーボーイライズアップ、ルーボーイハンズアップ、乃木坂を俺らがやらなきゃ、レッサーケイラ九州のラガマフィン、もうその辺にいるようなハゲタイ、レッサーケイラと一緒にすんなよ、実はでマーベラス九州のラガマ
ピー乃木坂のチャンピオンその辺にいるようなリコソンパワーゲー最後まで最後までまた今夜も枕を濡らす乃木坂チャンピオンマーベラス九州らがマフィンがかますやりたいことやれる贅沢感謝して贅沢す Oh, I'm a song killer あまりこそんきだマーベラスイン東京ってことですマジでイエスイエスイエスおもろなってきたら思ったやつはどこにおれマジでこれ終わったら1と3度落ちるぞスペリアが落ちたらこの先大物になるなと思ってるやつまず手を挙げてみしてよ当たり前やろマジで誰やったっけヤスどこ行ったヤスヤスくんって呼ぶべきなんですけどクラッシュやったヤスでやろもうあのさクラッシュあんまないしこいつアゴサウンドってやってんねんから自分のサウンドレペゼンすべきちゃいますかマジでさっきのダブのラウンドも自分で取ったかどうか怪しいしょうもないダブだってだけで滑ってましたよね生きた関西弁はこの曲かける前に俺もうマイク置くから全部もう全部曲で言うからマイク置くでよう聞いてよパーパーパースペリアダッサンデマライアホンマドナイアヨーあいつら嘘つき俺らが人つきスペリアセラマンジョーサウンドにとってのクラッシュはかけた命なのにそこだけは突っ込まないでって主催者経由で言ってくるなんてちょっと先輩ほんとそりゃないぜヤスは本当はアゴサウンドだけど今日はパープレイヤーズに乗っかっていこうおもろなってきたお前と一本かけとけ Alright Big up each and everyone 本当に全てのサウンドも Big up Yeah じゃあまずそうさっきもスペリアも突っ込んできたとこね説明した方がいいアゴサウンドパワープレイヤーズの関係友人プロそこら辺ももろもろ説明した方がいいかな長くなるけどもう多分10分ぐらいずっと喋ってるけどいいそれでダメでしょ別にそれはあるけどさ言うことは言うから別にそんなことはもうあのスペリアの後でしっかり返すから俺らが言いたいのはまずマッドエンペラー東京レペゼンって響きらかけてたけどあごめんなさいそうですね響きらかけてたけどでもここをまずレペゼンしなきゃいけないんじゃないここはクラブカクタス乃木坂のねビッグアップヘモン&ムーンファイアイナビルででしょだよね東京レペゼンして西東京のマッドエンペラーは東京レペゼンしてるの分かったよ響きらかけたのはでも俺らがレペゼンしてたこの乃木坂カクタスヘモ&ムーンファイアそれでこのアーティストであいつら当日用のかけ方知らないからジャパニーズ1曲でもったいないよ当日用ってのはこうやってかけんだってリス Yes! Sing it! 2013年3月14日乃木坂カップにレペゼン東京パワープレイヤー参上 You see? テンスプリファイアーレペゼン東京だから俺らはなんか楽勝でパスして田舎もんぶっちぎって一番いただきます Yeah! 連れてくぜパワープレイヤーズ Q3Boy Yo let's go パワープレイヤーズに飛び乗ってみてよ乃木坂がヘモアンドムーンファイアー見ろそれともこれが当日よ同じダブで満足してんのデキドキドキドキどうなの今日一世のせい連れて行こうか別世界ほいや他のサンドじゃつまんない眠くて厚み止まらないじゃあ何90ビリビリビリしぶれない大阪なんでなんであいつらじゃ無理無理無理こっちボーイじゃ届かないやればやるほどもちろん何を得るやればやるほど上がるこれは何が矛盾何が嘘何が真実何が自分何が嘘いつも真実が切るサンボイお前のように変態になったら右も左も一緒にいい曲だから聴いてみてじゃなくいいダブだけ見極めてみていやー黒の肌が見ながら構えじゃあなんてとは見ながら見た今度は誰紛れて消えた乃木坂導く鉄とやすこの道いやどの道のリコソンボーイはすぐ引き返す帰っちゃうからあいつら早くどの道のいや帰る前に乃木坂あいつらに言っとくから言っとくわもう一人誰がいるマッドエンペアに打ち込めたま
ほら、乃木坂のみんな、人差し指の人差し指の中指をつけて上で全員ゴーフィーガー打ち止めたなっ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 たマットエンペラーフロム八王子よかったと思ったら叩いてジャッジメントタイム、まあ、あのキーさんの場合ビデオカーティングもあるからねしっかり僕外に入れさ中チャンネルピゴッ大丈夫です OK お次レベゼン福岡マーベラスがヤバいと思ったら勝たれてバイアス抜きだよ何かあげてもいいんだからねいいと思ったらあげてそうじゃなかったら避けちゃっていいんだから大丈夫 OK じゃあお次レペゼン大阪生きた関西弁スペリアルヤバかったなと思うやつはやばいと思ったら正直に上げていいからオーケーベンちゃん大丈夫でしたもう一回大丈夫大丈夫オーケーじゃあ最後いくよまあ最後だからねいろいろ言われてたけどいろいろ返してたペッツフリップアンドヤスブランパープレイヤーズがヤバかったなと思ったら勝たんのかオーケー皆さんありがとうございます1回目と2回目同じ結果出ましたドロップするのはマーベラスワンヌ他3つは生き残りです大丈夫ですか皆さん意気ありますね OK ないよねオーライじゃあ生き残ったのはマットエンペラフロム八王子そして生き残ったのはアスペリアルフロム大阪そして生き残ったのはテツフリップアンドヤスフロムパープレイヤーズこの3サンドですチャンネルはそのまま。